A ちゃんを語り尽くそうしりーす、はい、というわけでね、毎週木曜日、うん、もう矢沢永吉大好きな僕が、はい、ただただ A ちゃんの魅力を語り尽くして、いやもういろんなエピソードが、うん、ちょっとね、もう いっぱいやってるんで、ちょいちょい A ちゃんのファンの方も登録してくれてるんで、うん、ありがたいですね。ちょっと俺も知らないようなエピソードとか、うん、話とか、あとこういうリクエストとかも欲しいなって、ね、あ聞きたいね、ぜひお願いします。はい、まあちょっと今週俺が語りたいのは、こちらですね。じゃあテーマいくわ。はい、いいですよ。今週のテーマはこちら、はい、初心者におすすめ矢沢永吉ラブソング3選。あ、うん、まあまずこの3曲がいいんじゃないかなみたいな。あ、うん、ちょっとね、た A ちゃんの曲ラブソングっていうのは、まあ、よく男の人の歌手は多いんだけど、ラブソングは意外とその失恋とか、うん、過去の恋愛を歌うのが多いんだけど、うん、A ちゃんもやっぱそういうのが多いね、割と。だからあんまりこう結婚式向きとかそういうのあんまりないんだけど、その中でもまあ俺はこの3曲だったらいいんじゃないかなみたいな、はいはいはい、特にやっぱ歌詞に俺は注目して、ちょっと歌えないから本当はメロディーがいいのもあるんだけど、それよりはちょっと今回歌詞に注目して、あ、なるほど、ちょっと興味あるね。3選ですから、はい、じゃあまず1曲目いきますよ、はい、まず1曲目は俺が聴いてほしいなと思う、もうラブソング、こちら、バラードよ永遠に。ああ、これ結構有名やね。あ、知ってる？いや、名前は有名。ただ、うん、あの、細かい歌詞は知らないけどね。うん、これ、うん、これはね、最初の歌詞がやっぱもうすごい、もし俺が女の人だったら、うん、これ言われたら、ああってなるな。なんか俺、カラオケで歌ってるの聞いたことあるんだぞ。あ、マジで。うん、これまあ、歌詞じゃあ最初1番説明すると、うん、俺に人生かけてくれてありがとう。うわ。夢でできた男を支え続けた人。もしでも、もしももう一度生まれ変わることがあれば、同じ俺を生きるだろう、またお前と。うーわ、かっこええな。俺はいいな。何その歌詞。あー、うーわ。俺に人生かけてくれてありがとうとかね。そんなストレートな歌詞を、うん、歌えるかって感じじゃん、普通の歌詞はさ。で、またお前、生まれ変わってもまたお前とっていうのも、これちょっとな、いいなっていう。あー。これは俺ちょっとね、うん、結構ラブソングの中では俺はおすすめかなって思う。結構もう完璧なラブソングやねんですね。うん、そうそう、なんかそれ以上の言葉が思い浮かばないの。これまだでも最初の一句だからね。お、うん、これは結構俺のラブソングの中ではいいかな。あ、うん、なるほどね。もしだから自分が結婚して年取ったらこういう歌えたらいいなって思うし。ああ、いいね、女の人喜ぶよそれ。支え強い2番がね、うん、これやっぱ A ちゃん、 A ちゃんの何つうの人生観も入ってるから、A ちゃんはもうどちらかというともう恋愛なんか関係ねえ、俺はビッグになって金持ちにさえなればそれでいいんだっていう風に生きてきたから、それを愛も大切だよって気づかせてくれてありがとうみたいな意味もこれ後半入っていて、なるほど、そうそう、ちょっとそれすごいな、人生になってる。そうで、やっぱもう A ちゃんの下積みからも支えてくれた女の人に多分向けて歌ってるな。俺に人生かけてくれてありがとう、これはちょっといいな。あ、いいね、うん、なかなかそういう女の人は現れないからね。金持ちって分かってから結婚する人はいるけど俺らなんか多分このまま行くと金持ちになんなきゃ結婚できないから俺らに近づいてくる人多分全員 金持ちって分かってから近づいてくるはず。俺もこんな歌えへんわ、ね、だから、まあ、俺かけてくれてありがとうじゃなくてな、勝つって分かってるからもう勝ち馬に乗ってくれてありがとうみたいな。いや、最悪やそれ。俺の勝ち馬に乗ってくれてありがとう。そんなラブソング誰も感動すんねやほんこれがまずでもバラードいいね。A ちゃんそういう人とも出会えたのがね。うん、それもいいよな。うん、まあ、若い頃は出会えるのかもしれないけど。なるほど、うん、じゃあ次2曲目いきますか、はい、次2曲目はこちらですね。さあ2曲目こちら、マリア。おお、マリアってまあ今の A ちゃんの奥さんな。ああ、なるほどね。そう、うん、あ、奥さんの名前を、うん、歌詞にしてる。大体すごいな。よくライブでまあ歌ってんだけど、まあこれもまず歌詞を言うと、焦った写真に微笑むお前がいるよ、眩しく激しい時をその笑顔が走らせたのさ、あの日を俺をっていう、まあ、まあだからお前がいてれば俺頑張れるっていう意味の歌だな。これも結構俺は初心者に向けてはいいかなっていう、ちょっとどちらかというとポップな歌だし。ああ、ポップなんや。うん、あでまあ結構女の人に向けて歌ってる。すごいね、ラブレーターみたいな感じだね。あ、そうだな、うん、結構その奥さんの名前を、奥さんは日本人、これハーフの人。あ、それでマリアっていう。そうそう、じゃあ2回結婚してるからね。あ、そうなの。そうそうそう、これ2人目の奥さん、現奥さん。でもそれでもやっぱりこうラブソングをさ、ラブレーターとして歌えるのはやっぱかっこいいよね。そうな、歌詞でかっこいい歌詞だけができるな。あ、俺らなんか絶対できないのか。よく
そういうのをやる人いるけど恥ずかしくてできないじゃん。まあまあな、うん、じゃあ、 あの娘さんの名前の歌とかもあるから、ね、あすごい ね嬉しいね。やっぱなんか家族思いよね。売れてるからできるしな。確かにな、うん、売れてなくてな。俺なんかお兄ちゃんに向けた歌は無理やわ。トシハルとか。お母さんの名前はトシコ。トシハルトシコなの。名前つけるのめんどくさかったな。いやそんなこと違うわ。トシコって漫才やればいいよ。いや俺らもトシコって漫才。いやあかんわ、絶対あかんわ。コントやってさ。今からじゃあ俺何度かやるからお前なんか女性役やってって言って、うん、おいトシコって俺が呼ぶみたいな。登場人物トシコ。全然 A ちゃんと違うよ俺ら。A ちゃんこんな格好受けてんの。マリアは辛いわ本当に、うん、まあ、マリアは結構俺はなるほどね。ああ、うん、ちょっと興味ある、ね、特に初心者に向けては、うん、ちょっと俺聞いてみようかな。いやいいと思う。これ A ちゃんのマリアはね、うん、結構俺は毎回スマホにも入れてるぐらいは。ああ本当、うん、次が俺これがラブソングの中で一番俺は好きいいと思う。ああちょっと聞きたいね、うん、さあ、A ちゃん、まあ、初心者におすすめラブソング3選最後の1個、はい、俺が一番ラブソングの中で多分好きかな、うん、ドライマティーニ。ドライマティーニ。ドライニマティーニって結局まあお酒の名前なんだけど。あ、そうなん、うん、これはでも歌詞がなあいいな、うん、歌詞をちょっと説明すると、はい、通り過ぎた過去はもう忘れなよ、うん、俺と生きる今だけを大切にして酔わせてくれハードに生きた男の夢包むようにっていう、こう、まあ、あんまりドライマティーニっていうのは、まあ、最後に出てくるんだけどな、かかってんだけど、うん、これちょっと俺の中の恋愛観にはバシッとはまるな。あ、うん、もうこの人と一緒になるってことはもう過去のこともこの先のことも気にしなくていいって思える人としか俺は多分一緒になりたくないタイプだから、あこういう、この歌はそれまさにはまってる、うん、通り過ぎた過去はもう忘れない、俺と生きる今だけを大切にすればいいからっていう。いやかっこいいね、なんかいちいちなんか、うん、これが俺はあの A ちゃんのラブソングで一番好きかもしれない。あ、うん、あの I love you OK っていうのは定番中の定番であるんだけど、これはちょっとねファンからする、ファンからっていうか俺からするとあれちょっとラブソングではないんだよね。あ、そうだ、でも I love you って違う、ちょっと見方があるんで、俺はずっとそう思って捉えてたから、それはまた別の機会にしてもらえると、はいはい、このドライマーティーナちょっとぜひね聞いてもらえれば、うん、感動すると思う。あー聞いてみたいね。ハードに生きた男の夢包むようにっていう、これなんかもうすげえ、だから今なんとか頑張ろうとしてるさ、まあ俺らもそれ頑張って頑張ってなんとか売れたらもうちょっともゆっくりさせてっていう意味もこもってるし、あ、うん、で2番はどちらかというと女性に側というか、あの女の人がよくどこか遠くに連れてってとか、あそういうタイプのことを言ってくる女の人のことを歌ってるんだけど、ああ俺そういう人好きだなって思うから、あ俺はどちらかというとそういう人と一緒になってどっか本当に遠くに一緒に生きてなっていうタイプだからうん、あじゃあ本当に響くんやね。それこれが俺はドストライクだな、A ちゃんのラブソングの中では、はいはいはい、うん、この3曲がまあ一回聴いてみる、あのこれは歌詞に注目してるから本当はメロディーがすごいいいバージョンも言いたいんだけど、多分 YouTube だとちょっと伝えづらいと思うんだよね。実際聴かなきゃ流さなきゃ多分分かんない。あなるほど、歌詞で説明できるおすすめ3曲、はい、これどれが一番良かったいやでもね、うん、マリア聴いてみたいな。あマリアか、うん、なんか本当にラブレターみたいなことやろ。そうある意味、うん、なんかあの本当それこそ俺ら芸人はそんなんできないから、うん、逆にかっこいいなっていうか、でもそれ聞いてみたいなって。そうそう、このでもマリアの歌詞の中でその笑顔が走らせたのさあの日の俺をっていうのがあるから、ちょっとだから笑いを取りに行く仕事としては あの笑顔のおかげで頑張れるっていうのがちょっと なるほどね、うん、っていうのも俺は感じるな。いいね、うん、まあ、めっちゃ迷ったんだけどな3曲選ぶの、うん、俺はとりあえず歌詞だけで伝わるよいい曲はこの3つかなという、うん、結構ちょっとでもファンの人にそれぞれ違うと思うんでね、まあ、ぜひぜひなんかちょっとコメント欄とかで、うんうん、ちょっとこれいいよとか、これがいいよとか、うん、あのこれの話もしてほしいとかね。ああドライマティーニを好きって人俺まだ出会ったことないそうだ、ね、うん、俺が一番好きなんだけど、ああ俺この曲初めて聞いた時はめっちゃうわいいわって思った。あそうなんや。ちょっとドライマティーニ好きのちょっと方いればちょっとねぜひちょっとちょっと盛り上がってほしいね、うんうん、ああそうそう、このいいこれいいよねみたいな。それお酒があるんやね。ドライマティーニっていうねお酒が普通にどこでも飲めるような酒なんだけど、えちょっと飲んでみたいなとこ思わへん。俺一回飲んだことある。あやっぱりただのカクテル。あ、うん、ただからそのちょっと多分ちょっと強めなんだよ。でドライっていうのは日本語訳にするとありのままっていう意味があるから、うん、ドライに生きた俺はハードに生きてきたしドライに生きてきて
そんな男のことを包む女を、お前はそんな女だっていうことだな、ね、ありのままに生きてきた俺を包んでくれる女だなっていう、その感謝の意味がかかってるっていう。へえ、うん、そうだな。これちょっとドライマティーニ好きの、ちょっとドライマティーニ、ちょっと女の人も聞いてほしい。女の人の意見も聞いてみたいわ。あ、確かに。どう感じるんだろうドライマティーニ、うん、ちょっとそこも聞いてみたいなと思うんでね。よろしければまたコメントなんかも、あ、ぜひね、ちょっと盛り上がってほしいね、うん、その A ちゃんファンの、うん、ちょっとね、ラブソングはね、まだいっぱい紹介したいのあったんだけど、とりあえず俺はこの3つに絞りました。あ、ちょっとなんかいろんなパターンのラブソングの、そうだね、あれあるっしょ、めっちゃポップのとか、うん、泣けそうとか、失恋バージョンとか、ね、ちょっと聞きたいね。失恋したい時に聞きたい A ちゃんラブソングとかね。ああいいね。やっぱ どちらかというとこの男が歌うラブソングだから、未練たらしい曲も多いんで、うん、あの時の前に帰ってきてほしいとかね、そういうの、うん、そういうのも含めて一回聞いてほしいな、はい、うん、というわけで今週の A ちゃんはラブソング参戦。はい。ちょっとね、なんかリクエストとかあったら待ってますんで。はい。来週も A ちゃんのこと語りますので、チャンネル登録もぜひお願いします。はい。失礼します。どうなんか分からんのか。かんねえよ。例えば、相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近見つかないんって言われて、どうしようもないんだぞ。もう人生の集大成する。俺、お前みたいな人生送れないと、もうハゲてもいいよ。何よ、俺。俺だってもうハゲてきてる、俺。今度、お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。